ロードスター NB の車検費用総額で7万。はい、皆さんこんにちは、マトバ TV です。今回のマトバ TV はですね、この僕が今乗っているロードスター NB を初めて車検に出したということで、車検の総額いくらかかったのかというのを皆さんにぶっちゃけたいと思います。イエイ。はい、はい、このマトバ TV はですね、このロードスターの動画だったりとか、あとは YouTube で撮影するときの機材のことだったりとかっていうのをお伝えしているので、ぜひチャンネル登録はまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。これ98年式の前期のロードスターになります。で、僕がちょうど買った時は9万6千キロで、この車検値は11万キロですね。はい、いつもレギュラー入れてます。じゃあまず先にですね、こっち自動車検査証と明細もらったんで、これ上からちょっと読んでいきますね。まずですね、ロードスター自賠責保険料が 12,540円でしょ。で、重量税が 37,800円で、検査登録にしたい1700円、仮ナンバー1000円、テスター代2000円、登録代2000円と課税対象消費税400円で、初期費用が 57,440円ですね。まあ、約6万ぐらいですね。で、そこから僕今回ですね、オイル交換もちょっとお願いしたので、工賃と部品で 14,920 円でしょ。で、消費税が1487円。ロードスター NB の車検費用総額で7万3800円でした。これは安いのかな、分かんない。いつも軽自動車だったから分かんない。7万3800円なんですけれども、けれどもですよ、続きがあって、僕ね、 M 商会さんの方から台車借りたんですけど、軽自動車ね、台車借りたんだけど、自損しちゃって、後ろの窓ガラス全開しちゃったっていうね。で、それで2万5000円を修理費用としてお支払いして、また板金7万円コースか。9万、ちょっと10万いかないぐらいでした。ロードスター NB の車検費用が7万3800円ですね。なので、これからですね、ロードスター乗ってみたいっていう方とか、ぜひ参考になってもらえると嬉しいです。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。あとは高評価コメントも下の方にぜひお待ちしてますので、よろしくお願いします。それではまたマトバ TV でお会いしましょう。